本日お話しするのは、トランプ前大統領が大統領選挙に勝利した場合、脱ドル化とか言っている国に対して100、100%の関税をかけると言っている件についてです。以前からグローバルサウスの国を中心に、脱ドル化とか言われていて、モードルは崩壊だとか、そういう予想をしている人も結構いると思いますが、もしトランプ大統領になって、そうした国に関税をかけるとすると、 この動きはどうなっていくのか、その辺をどう見ているかについて教えてほしい。というリクエストを以前からいただいています。まだ不透明なところ多いのであまり具体的な話はできませんが、この件についてどういう可能性があると見ているか、そうしたお話をして、今後の方針などについて、ちょっと緩い感じでお話ししていきたいと思います。まず脱ドル化の報復関税についてですが、 トランプ政権になってこれをやったとしても、脱ドル化の動きはなくならないのではないかと私は見ています。その理由の一つは、口しやと中国にはあまり効果がないというところです。ロシアに関しては関税かけるぞって言っても、そもそもすでに経済制裁をしていますので、ほぼ効果はないでしょう。ロシアはもうすでにドルを中心とする経済システムから、追い出されてしまったので、 独自の米ドルに代わる通貨、決済権を作っていくしかない。この状況は変わらないでしょう。そして中国に関しても、関税はやめてほしいと思っているとしても、アメリカの厳しい態度はこの件に限らず続いていく。ですので中国も独自の米ドルに代わる通貨、決済権を作っていくしかないという立場です。この2カ国は関税に関わらず 脱ドル化を進めていくことになるのではないでしようかただこの2カ国だけでできるものではなくて BRICS グローバルサウスの国を巻き込んでいけるかどうかが重要になるわけですがロシア中国に全振りすることはできない国も多いので脱ドル化にブレーキがかかるのは間違いないでしょうただこの脱ドル化っていうのは新しい決済システム 中央銀行のデジタル通貨 CBDC なんかとも密接に関わる新しいテクノロジーにも関係する問題ですアメリカから距離を置くという意味だけではなく中央銀行のデジタル通貨 CBDC の開発における主導権争いも関係していますですのでアメリカに喧嘩を売りたくないけど CBDC の開発は進めていきたいそんな中で 中国国との関わりを重視するるもあるでしょう CBDC という新しいテクノロジーの開発という面も関わっているのでアメリカの関税だけではこうした動きは止められない面があると思っています。ということでトランプ大統領が誕生して脱ドル化を進める国に100%の関税をかける場合脱ドル化の動きはスローダウンする可能性がありますが 完全にははななななくならないと考えるべきでででしょう。うこののの問問題題もう一つ重要なのはアメリカの財政問題です。ドル崩壊とか BRICS が脱ドル化を進めているとか散々言われてきていますがこのチャンネルではむしろアメリカの財政問題などでアメリカ自身が自分で首を絞めようとしていることの型問題だということをこれまでにも解説してきています。 そういう意味でトランプ大統領になった場合、政策がどのような効果を発揮するか、まだ不透明な面もありまして、場合によってはアメリカの財政問題の悪化、ドル安を招くことにつながる可能性もあるでしょう。私はむしろそっちを心配するべきではないかと思っています。脱ドル化を進める国に100%の関税をかけて、そうした動きを牽制したとしても、 肝心のアメリカの財政悪化が懸念される事態になりまた FRB に口を出して政策金利を低く誘導するような話も出ていますですので思いのほかドル安が進んでいく可能性もありましてそうした意味でドルの価値が大きく毀損して決済通貨としての仕立てをますます落とす能勢もあるでしょう減税による経済の押し上げ効果 それにによよって税収がどのように推移するか、経済の押し上げでインフレがどこまで上がって金利はどこまで上がるのかドルの行方を見ていく上では今そっちの方が重要になってくるのではないかと個人的には思っています通貨の話になると政治面だけで通貨価値の行方を予想しようとする人もいますが経済のファンダメンタルズも 通貨の行方に大きな影響を与えているということを忘れてはいけませんということで新しい大統領の政策でドル相場がどうなっていくのかまた今後もアップデートしていきたいと思います皆さんはこの話についてどう思いますか考えをコメント欄に残してくださいでは次のパートに進みましょう中国とニュージーランドの外交関係急速に悪化している かつては安定した経済パートナーシップを築いていた両国だが近年の出来事がこの関係を一変させた特にニュージーランドの情報機関が中国をスパイ活動で告発したことが外交摩擦の引き金となった2024年9月27日ニュージーランド政府は中国が国内の華人コミュニティを通じて政治的な影響力を行使し 政府の機密情報にアクセスしようとしたと報告したこれに対して中国は強く反発しニュージーランド側の主張を根拠のない虚偽として非難したニュージーランドの報告によると中国のスパイ活動は過人社会への影響力を駆使して国内の政治や経済に深刻な影響を与えようとしているというこの報告が発表されるや否や 中国政府は直ちに公式声明を発表し、ニュージーランドの主張は明らかな捏造であり、中に関係に不必要な緊張を引き起こすものだと批判した。さらに、中国政府はニュージーランドとの経済関係が悪化すれば、ニュージーランド側が大きな損害を被るだろうと警告した。特に注目すべきは、ニュージーランドが中国の影響力拡大に対抗するために、 他の西側諸国と連携している点だニュージーランドは長年中国との貿易関係に依存しており特に乳製品や農産物の輸出において中国市場は極めて重要な役割を果たしている中国はニュージーランドの輸出総額の約25%を占めており両国の経済関係は一見すると強固に見えるしかしこの関係の基盤は 近年の政治的緊張によってて揺らぎ始めているニュージーランドのスパイ活動に対する告発が火種となり、今や両国の関係は破綻寸前にある。高橋陽一教授は、この外交危機が中国にとってどのような損失をもたらすかについて次のように語っている。中国はニュージーランドを含む多くの西側諸国との関係を悪化させていますが、その影響は単なる外交的なものにとどまりません。 中国経済にとって西側諸国の市場は不可欠でありニュージーランドとの貿易関係が損なわれることは他の国々との経済関係にも波及しかねません実際ニュージーランドのような小規模な経済であってもその損失は中国にとって軽視できないさらに高橋教授はニュージーランドが西側の安全保障同盟ファイブアイズに属していることを強調するファイブアイズは アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが情報共有を行う安全保障体制であり、この同盟が中国のスパイ活動に対抗するためにますます強化されているというのだ。ニュージーランドが中国のスパイ活動に警戒心を強めた背景には、この同盟の影響も大きいとされている。また中国の対外的な立場も スパイ活動をめぐる告発により大きな打撃を受けている。中国政府は一貫して他国の内政に干渉しないとの立場を主張しているが、この事件により国際的な信用を失い、他の国々も中国に対する警戒を強める可能性がある。これにより、中国はますます孤立し、経済的なダメージをかぶることが予想される。 中国とニュージーランドの関係が今後どう展開していくかは不透明だが少なくとも短期的には両国の経済協力が大幅に縮小する可能性が高いこの外交危機は単なる2国間の問題にとどまらず中国がグローバルな舞台で直面しているさらなる困難の象徴ともいえるだろうアメリカが中国に対して新たに発表した一連の制裁措置は 米中関係にさららななる緊張をもたらすだけでなく中国経済に深刻な打撃を与える可能性がある。今回の制裁は、主に中国の技術分野と金融セクターに焦点を当てており、中国がこれまで強化を進めてきた分野に直接的な影響を与えるものだ。アメリカの共和党議員によって提案されたこれらの制裁は、主に中国の過剰生産力に対抗し、 また中国が進める技術派遣にブレーキをかける目的があるとされている共和党上院議員のマルコルビオや下院議員のジョン・ムレナーラが推進している愛国投資法ではアメリカ企業が中国への投資を撤退させるよう奨励する内容が盛り込まれている具体的にはアメリカの税制優遇措置を利用して中国に投資している企業や個人に対して 将来的な利益への課税強化を実施する計画だこの法案は中国の軍事力強化に資金を提供しているアメリカの投資家たちに対し資本利得税の特例を取り消すことで中国への経済支援を事実上遮断しようとする動きであるこの制裁は中国が世界的な技術市場での影響力を拡大しようとする中で 特にデジタル経済や金融分野での活動を制限するる狙いがある例えば、電動車や太陽光発電関連の技術に対するアメリカの制裁は、これらの分野で過剰生産を続ける中国にとって、輸出市場へのアクセスが厳しくなることを意味する。アメリカはすでに、中国製の電動車に対する輸入関税を100%に引き上げる計画を発表しており、 これが中国の技術的優位性に対して大きな打撃を与えることは避けられない。カナダやその他の同盟国もアメリカに続き、同様の制裁措置を導入する準備を進めており、中国が世界経済で果たしてきた役割がますます縮小されていく見通しだ。この動きは、単にアメリカの経済保護政策にとどまらず、他の西側諸国との連携によって、 対中圧力を国際的に強化する狙いがあることは明らかだ特にアメリカと中国の対立が深まる中これらの制裁措置は経済的な影響だけでなく地政学的な緊張をさらに高める要因となっている中国にとってこれらの制裁は非常に痛手となる可能性が高いアメリカ市場は中国製品にとって依然として重要な輸出先であり ここのの市場へのアクセスが制限されることは、中国経済の成長を大幅に鈍化させるリスクを伴うさらに中国国内ではすでに経済成長が鈍化しており技術分野への依存度が高まっているためアメリカの制裁はその影響を倍増させるだろう特に電動車や半導体など今後の技術開発を左右する分野での制裁は中国にとって深刻な課題となりつつある 高橋陽一教授はこれらの制裁が中国の経済基盤にどのような影響を与えるかについても言及している中国は過剰な生産能力を持ちそれを世界市場に供給することで競争優位を保ってきたしかし今回の制裁措置により中国はこれまでのような大量生産を続けることが難しくなり結果的に国内経済への圧力が増すだろうとの見解を示している さらに彼は中国がこれらの問題を解決しない限り、今後の世界経済における中国の役割は縮小する一方だと分析する。アメリカの新たな制裁は、中国の技術力や経済的影響力を削ぐための一連の戦略の一環として位置づけられており、中国経済にとって今後数年間にわたって深刻な影響をもたらす可能性が高い。中国経済が直面している深刻な危機に対して、 中国政府は市場を支えるためにさまざまな手段を講じている。特に27日、株式市場の急落と企業の業績悪化が相次ぎ、これに対応するために中国人民銀行は積極的な金融政策を打ち出した。しかし、これらの対策が実際に市場を回復させるには至っておらず。 むしろ長期的にはさらなる経済的な負担を増大させる可能性が高いと指摘されている。昨日株式市場の下落が続く中で、中国政府はまず市場に流動性を供給するために大規模な資金注入を行った。人民銀行は主要な国有銀行に対して追加の資金を提供し、さらに国債の発行を通じて市場に資金を供給した。このよような政策により 一時的には市場の安定が見られたが、根本的な経済問題を解決するには至らなかった。特に不動産市場の低迷や国内外の需要減少が、中国企業の収益性を圧迫し続けている。また、人民銀行は金利を引き下げ、銀行に対して融資の拡大を求めるなど、企業の資金調達を容易にするための施策も講じた。これにより 一部の企業は資金繰りの改善を図ることができたが、同時にインフレの懸念も浮上した。中国が過剰な資金供給を続ければ、インフレが加速し、消費者の購買力が低下する可能性があると警鐘を鳴らす経済学者も少なくない。高橋陽一教授は、このような政策の限界を指摘している。中国は市場に資金を注入することで短期的な安定を図ろうとしていますが、 それは根本的な問題を先送りにしているだけです長期的には経済全体の不安定さが増す可能性がありますと述べているまた彼は中国の株式市場は政府の介入によって一時的に持ち直すかもしれませんがその背後には膨大な負債が積み上がっておりいつかその負債が市場を圧迫することになるでしょうと分析している加えて国内の消費減退や国際的な経済制裁が 株式市場の低迷を一層深刻なものにしている。特に、米国からの経済制裁が中国企業の国際的な競争力に打撃を与えており、その影響は株式市場にも表れている。中国政府は国内の経済成長を維持するためにあらゆる手段を講じているが、国際的な孤立が深まる中で、その効果は限定的だと言わざるを得ない。このような状況下で、 中国政府が新たに打ち出した政策の一つが不動産購入制限の緩和だ不動産市場は中国経済の重要な柱でありその回復が経済全体の持続可能性に直結しているしかし過去のバブル崩壊の教訓を踏まえれば不動産市場の過剰投資はさらなるリスクを生む可能性が高い特に過剰供給による価格下落が続く中で 政府の介入がが逆効果を生む恐れがあるこうした政策が長期的にどのような影響を与えるかはまだ不透明だが高橋教授は中国経済は外部からの圧力だけでなく内部からの構造的な問題にも直面しており短期的な施策だけでは問題解決にはならないでしょうと述べている日本が全固体電池で EV 業界を激変させる自動車業界は今 ガソリン車から EV へ転換すす。る動きを見せていますこれは地球の温暖化対策などの観点からなのですがこの転換には多くの課題が伴うわけですそもそも EV が本当に地球環境に良いのかという部分もありますがその他にも EV に欠かせないバッテリーの性能やコストが重大な障壁となっています現在主流のリチウムイオン電池にはいくつかの大きな弱点があり それが問題をびき,き起こしています。安全性の低さはその一つで過充電や急な衝撃で火が出たり爆発する危険があるのですこの問題は電池が高電圧で動作すること酸素を放出すること燃えやすい液体を用いることなどが原因ですリチウムイオン電池は現在スマートフォンなどでも使われており 品質によっては突然の発火があると報告されており危険とされていますもし EV に搭載された大きなバッテリーが爆発すれば乗車している人々の生命が奪われるかもしれません炎上する事故は中国製や韓国製の EV に多いと指摘されていますが他国も例外ではありません例えば北米でテスラのモデル S が木と衝突し炎上する事故が起きたほか ID 三というフォルクスワーゲンの EV が充電後に火を噴き、GM セーボルト EV も充電中の発火が報告されています。これらの出来事は、人々の命や財産を強化すだけでなく、EV に対する信用や評価を落とす要因にもなっています。さらに、リチウムイオン電池にはまだリサイクルの仕組みが整備されていないという別の課題も抱えています。例えば リチウムイオン電池は鉛蓄電池やニッケル水素電池と違い、廃棄時には有害物が出る可能性があります。リチウムイオン電池の内部にはまた、コバルトやマンガン、ニッケルといったレアメタルも含まれているのですが、これらを効率的に再利用するための技術や体制は、現段階できちんと確立されていません。その理由は、リチウムイオン電池が歴史的に新しく、 レアメタルに対すす。る需要がが増えたのがつい最近だからですこのようにリチウムイオン電池は実は間境に負荷をかけ想定外の問題を引き起こす可能性があるのです少なくともさらなる容量や耐久性の向上が図られなければリチウムイオン電池の未来は不透明です現時点では他の二次電池に比べ容量が大きく寿命も長いものの EV が要求する水準には1回の充電での長距離走行能力や長期間の使用体制が重視されていますが現存するリチウムイオン電池でこれらの要件を満たすのは難しいのが現状ですスマートフォンでもより性能の高いバッテリーが求められている現状でより大容量なバッテリーが必要になる EV では満足する状況を得ることはできません かつてのいわゆるガラケーと呼ばれた日本の携帯電話は何日もの間充電せずに持ったものでしたしかし現在のスマートフォンは1日に1回は充電が必要になります電力消費の際はあれどユーザーとしては以前より劣るような印象を持ってしまいますリチウムイオン電池の限界はスマートフォンのみならず EV の普及においてもハードルとなっています その突破口として、トヨタが開発中の全固体電池には大きな期待が寄せられています。全固体電池が EV に革命を起こす。全固体電池は液体を用いず、固体素材を使います。これにより安全性、容量、寿命といった面で従来のリチウムイオン電池とは比べ物にならないほど優れています。そのため EV 業界には革命が起こり、 既存の EV 市場に終焉をもたらすすと言われています新型家電や自動車などが市場に投入された場合その革新的な技術や特徴に注目が集まりますそしてその後の段階では大衆市場の消費者が主流となり主流機へと突入しますこの時期消費者たちは製品の安全性や信頼性を重んじて慎重な購入態度を示しますので 新製品の売れ行きは一時停滞することもあります。この販売の停滞期をキャズムと言います。新製品がこのキャズムを克服できれば、市場に浸透し成功が期待できますが、そうでなければ失敗のリスクが高まります。特に現在、欧米市場では EV の販売でキャズムが発生している状況です。その主な原因は まだ十分でない充電インフラやリチウムイオンバッテリーの性能及び耐久性が上げられます。これらは一般の消費者が EV を選ぶ際に超ためらう理由となっています。2022年の世界市場での EV シェアは16%を占いめるものの、欧州では10%、米国ではわずか4%と、一段と低い水準で推移しています。この状況を重く見た EU は 2023年に新自動車およびバンをゼロエミッション車に限定する法制を実施しましたが、それでも EV の普及ペースは加速していないのが実情です。結局のところ、EV はキャズムを超えられないまま失敗に直面するリスクが増しています。EV が誠に広まるためには、車両自体の品質向上が不可欠だといえます。 EV が内燃機関車と比較しても消費者にとって魅力的な選択肢となるよう、その便利さを高めることは欠かせません。そのためには充電にかかる時間を減らし、1回の充電で走行できる距離を増やすことが望まれます。またエネルギー補給のインフラ整備、すなわち充電ステーションの充実や、バッテリーの再利用にも力を入れなくてはなりません。これらの点が進展しない限り、 消費者は EV への乗り換えに大きな利点を見出せず、踏み切ることはできません。この状況を打開するには、日本が誇る技術革新、特に全固体電池の開発が極めて重要とされています。そしてこうして全固体電池を搭載した EV が販売されれば、テスラと BYD の激しい競争は近い将来、イヤジがなくなります。では 全固体電池が EV 産業にどののようう。な変化はをもたらすのか考察ししていきましょう全固体電池とは従来の液体電解質を固体に変えた新型電池ですこの固体性質が発火リスクを抑えまたエネルギー密度を高めて充電速度を速くするといった利点を提供しますこれにより EV の耐久性と走行範囲が拡大することが期待されているのです 全固体電池の研究は1980年代にスタートし21世紀に入り東京工業大学の菅野良治特命教授率いるチームが新素材を開発しその実用化が現実味を帯びてきました日本国内では産業界や政府がこの分野の開発に力を入れてきましたトヨタやパナソニックホールディングスを含むむ30社が参画する技術研究組合 リチウムイオン電池材料評価研究センターで共同研究が続けられその成果が出始めていますトヨタ自動車は全固体電池の実用化に向けてリードしています2020年8月には全固体電池を用いたプロトタイプ車を世界に披露しました各国は今後数年のうちに全固体電池を搭載した EV を市場へ導入することを期としていますこれが実現すると 従来の EV はもはや過去の技術となります。現状では、中国の BYD とアメリカのテスラが EV 業界で競い合っています。BYD は2023年の第4四半期にテスラを追い抜けき、販売数で首位に躍り出ました。中国は BYD が EV 分野の新たな王者になることを強く後押ししています。対してテスラは 中国市場における価格競争でシェア回復を図る戦略を展開していますがトヨタが全固体電池を搭載した EV を発売すれば EV 市場の勢力図は大きく変動します安全性と性能が向上した次世代 EV に比べてこれまでの EV に未来はないと言えます現在の EV は標準の充電で30分急速充電でも15分の充電時間が必要で 後続距離はバッテリーサイズにも左右されますがおおよそ 350km 程度とされていますところが全固体電池を搭載した EV ならば充電時間を10分未満に短縮しそして航続距離を 1000km 以上に拡大する可能性があります加えてこの新しい電池技術は安全性も高く市場に出れば消費者が従来の EV を選択する理由が薄れてしまいます その場合、テスラなどが価格を半額以下にすることが一つの選択肢かもしれませんが、そうすると彼らの収益は大幅に減少してしまうでしょう。そして企業の財政は苦しくなり、赤字に陥る事態も予測されます。BYD やテスラが市場での地位を守るためには、彼らもまた全固体電池の開発に乗り出す必要があります。しかし、そのような高度な技術を量産化するためには、 相当な技術的挑戦が求められます中国 GAC グループは2026年までに全固体電池を搭載した EV を芝に投入するとの計画を公表しました。この新型の全固体電池は高い安全性と信頼性を有しているだけでなく 1kg あたり4 0 0ト時のエネルギー一密度を実現しているとされます。これは 現行のリチウムイオン電池と比べて約1.3倍から2倍のパフォーマンスを誇るということです仮に彼らの言う通りにこれが実用化されればトヨタの競争相手に上り詰める可能性があるとされますただし GAC グループからの発表が事実そのままに実現されるかどうかはまだ明らかではありません 実際彼らは2026年の全固体電池搭載 EV の市場への導入を発表していますが、具体的な戦略についてはほとんど明かされていません。実験室での成功から生産準備が整うまでの過程がどう進むのか、試験的な少量生産にとどまるのか、それとも本格的な量産へとシフトするのかについては言及されていません。こうしたことから、 トヨタが量産に向けた取り組みを進めているレベルにはまだ至っていないと見るのが妥当です。また、業界内ではトヨタの進展に対する勝利も感じられ、GAC グループの発表はその焦燥を移すものかもしれません。いずれにせよ、トヨタが確かな量産計画を進めていくことが楽しみです。そして、すでにトヨタの量産化に向けた動きは着実に具体化しているようです。 トヨタが全固体電池の量産体制構築へと舵を切り、協業する企業を探索していたのは明らかです。全固体電池の製造には新規材料の大量供給が不可欠となるためです。この技術は、将来 EV 市場に革命をもたらす可能性を秘めており、安定的にかつ迅速に材料を手当てする必要性が際立っていました。 連携するパートナーとしてトヨタが選んだのは出光興産でした主にエネルギー産業を手掛けている出光興産ですが全固体電池の材料製造における高い技術力を持つ企業であり特に固体電解質の分野では世界の先を業く技術を有しているのですかねてより両者は全固体電池の共同研究を進めてきました 2013年からすでに10年以上も量産化に向けた研究を行ってきたのですそのパートナーシップを軸とし固体電解質を改良し柔軟性を持たせることやトヨタが独自開発した他の部品と融合し性能の高い全固体電池の製造に成功しました今回トヨタと出光興産はその積み重ねを機に量産化への一歩を踏み出すことを線いわしました 具体的には2027年か2028年に全固体電池を搭載した EV の市場投入を目指しています。そのためには、出光鉱山が固体電解質を国内で大量生産する体制を整え、その供給を確保すること求められます。同時に、全固体電池搭載の EV を開発し、生産する技術進化がトヨタには不可欠です。技術力調達 物流ななど複数のの面でで両者は協力しし合いいがら、目標達成に向けてて邁進しているのです。全固体電池の魅力について以前から話してきましたが加えて製造時に柔軟な形状を採用できる点も大きな利点です従来の液体リチウムイオン電池は性能を保つため固定の形状が必要でしたが全固体電池は形状を比較的自由に設計可能であり かつ小型化と高出力が実現しています。これにより多様なタイプの EV がデザインできるため EV のデザイン革新が期待されていますトヨタは EV のみならずハイブリッド車や燃料電池車の開発にも全力を尽くしてきましたこれは全方位戦略と称されるものでどの車種が市場に受け入れられても対応できるようにする戦略です口で言うのはたやすいですが 実行には莫大な体力力と技術力が求められますこのような理由からトヨタ独自の戦略だとも言われていますこのように全方位で取り組みを進める中 EV 分野ではこの革新的な全固体電池が大きな変革をもたらしますそれほどトヨタの能力の高さは際立っています最近はグループ企業の不祥事が問題となっていますがトヨタの卓越した技術力には議員の余地がありません 新たに全固体電池を搭載した EV で信頼の回復を遂げてほしいところです実際開発力の高さや新車の販売好調を世計にトヨタの株価上昇は止まるところを知りませんトヨタの市場価値が驚異的に伸び1月22日の時点でトヨタ自動車の市場時価総額が3280億ドル約48兆5440億円を記録し アジアの市場では第3位の地位に躍り出ました中国の巨大テック企業テンセントの3220億ドル約47兆6560億円を抜いたことになりますアジアの市場では半導体の TSMC がトップで次いで韓国のサムスン電子が占める中半導体企業に次ぐランクとしてはトヨタが自動車メーカーとしては異例の第3位に位置したのです このような事態となったのはトヨタの先進技術への注力が評価された結果と考えられますその中でも革新的な全固体電池の開発進行が市場に交換され株価を押し上げているとの見方が強くなっていますトヨタはこの全固体電池について2025年をめどに実用化2027年頃には大量生産を開始する計画を立てており 順調に進展しているようです全固体電池は既存のリチウムイオン電池と比較しても航続距離を倍増させることが可能でありこれが EV の性能の飛躍的な向上を約束しますだからこそ今回の株価の跳ね上がりはトヨタの持つ技術力が改めて見直されている証拠ですグループ会社に関する不祥事が報じられた後であってもこれまでの上昇トレンドは維持されており 世界各国の投資家からのトヨタに対する信頼は揺るぎません。反対に、中国の EV 製造大手 BYD の株価は停滞気味です。2022年には販売台数と輸出量で記録的な数字を更新したものの、株価はその年の最高値から約45%も減少し、株価収益率は以前の10分の1を下回る水準にまで落ち込んでいます。これにより、 投資家は BYD のの将来的的なな成長見見通ししについいてて悲観的な見方をるると言えるのです。バッテリー製造事業からスタートした BYD にとって全固体電池の開発は得意分野とされていましたしかしその進展は予想以上に困難を伴っています一方で自動車業界は新しい技術の波が押さえし寄せており トヨタは全固体電池を含む未来技術でリードしています。この点が投資家たちに認められ、株価の面では BYD と明らかな差が生まれているのが分かります。技術革新において、自動車メーカーの競争力が左右される中、トヨタの技術力が優れている見方が強まっています。その他の分野においても、トヨタは EV 用の全固体電池、水素車の FCV、さらに、 合成燃料エンジンなど自動車のエネルギー一元をめぐる研究開発を精力的に推進しています要するにそれぞれのエネルギー源が主流に躍り出たとしてもトヨタは直ちにそれに適応するための技術的基盤を整えているわけですこの柔軟な対応能力はトヨタ独自の大きなアドバンテージであるといえますトヨタの EV 戦略には遅れが指摘され続けてきた背景があります そうした批評にもかかわらず一部の評論家はトヨタの終焉を予見していましたしかしトヨタは使い充実した資金力を世間に着実に技術開発を進めてきましたトヨタは財務の健全性を武器に多角的な研究をしてきたのです一方で BYD は EV に特化し注力してきたことで大きく成長してきました BYD はもともと電池製造からスタートし 電動バイクをを経て EV 分野への進出を果たたししました電池生産も内製化しているため低コストの電池を他社に提供することも可能ですしかし自動車産業がエネルギーの転換期に差し掛かる中でトヨタのような広範な技術研究の優位性が高まっているとみられていますトヨタは豊富な資金を活用し広範な研究を展開しているため 将来的に新たな技術動向に迅速に対応していきます一方で BYD という特定分野に特化した開発を行う企業は将来の技術への投資において重要な課題を抱えています自動車業界におけるメーカーの競争力は技術開発にかかっているといえます BYD は現在リンや鉄を含む LFP と呼ばれるタイプのリチウムイオンバッテリーを利用しています これは鉄を使用しているため、他の同じ容量のバッテリーに比べて約20%安く提供されているとされています。さらに、内製しているためバッテリーコストは競合他社に比べて約40%も抑えられ、コスト削減が低価格な EV を提供する一因となっています。そして、BYD はリチウムを使わない新たなナトリウムイオンバッテリーの量産化に取り組んでいます。ただし ナトリウムイオンバッテリーは複数の問題点が指摘されています。第一に、リチウムイオンバッテリーと比較して電力発生能力が60%から80%しかないため、同じ容量でも発電効率が低下します。次に、重さがリチウムイオンの3倍あり、これが車両の走行距離に大きな影響を及ぼします。すでに発電量が少ない上に重さも加わり、 得られる後続距離は大幅に短縮されますさらに水と反応して燃えたり爆発する可能性があることも懸念されています結果的にナトリウムイオンバッテリーは性能がリチウムイオンバッテリーに劣り安全面でもほとんど差がないという状況が生まれていますそれではなぜ BYD はこのような電池の開発に積極的なのでしょうか実ははナトリウムイオン電池は 低コストでであることが特徴です主な原料がナトリウムでこれは世界的に豊富に存在し特定の地域に偏らないリチウムと異なり供給のリスクが少なく済みます加えて広い使用温度範囲を持ち極端に冷やたい環境でも活用できる点15分で約80%までの急速充電が可能な点などがメリットに数えられます BYD はこれらの利点を EV 市場での競争力の強化に使っていこうとしています。しかし、トヨタが開発中の全固体電池とひべると、ナトリウムイオン電池は劣ると評価せざるを得ません。全固体電池がナトリウムイオン電池よりもリチウムを使用している点以外に、劣るところがないためです。そのため、将来の EV の市場ではトヨタが優位性を確立し、 業界を独占すすることになりそうですあなたはこうしたトヨタの全固体電池が EV 業界を変えることについてどう思いますかあなたの視点から見た解説をぜひコメント欄で聞かせてくださいね。今回の内容が面白かったらぜひライクボタンもお願いします。チャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください。新しい動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。